こんにちはアマフスサポー,ター堀秀夫です今日はトラブルトラブルというかねトラブルの回避法対アマゾン様 Amazon、ね、様との付き合いで、まあ、アメリカ独特あるいは欧米独特のね、えー、ルール考え方があるんですけどこれ日本人はね、えー、全然わかってない場合が多いとだからこの部分で引っかかってアカウント削除されてる人 まあ、結構います、ねまあ。私のサポートを受けている人にはね、えー、ことあるごとに、ね、メリットのない質問をやめるようにと、細かい日本人ならではの,その感覚で質問したりクレームをつけるとまずいというのを言ってますから大丈夫なんですけどね、そうじゃない。まあ、他の人のサポートを受けているとか、えー、自力でやっている人はね、結構ここに引っかかって退場させられています、まあ。どういうことかというと、まあ、スリーストライク法というのがアメリカにはあります。 3ス,ストライクユーアーアウト法なんですけど、これね、1994年に制定された連邦三審法が代表例。どういうことかというと、長期、1年以上の刑の科せられる犯罪の前科が2回以上あるものが3度目の有罪判決を受けた場合、そのものは犯した罪の種類にかかわらず終身刑となると。だからね、2度の犯罪歴を持つ者は警備の違反で三審法に抵触し、 2ドル50セントの靴下の万引きで中止終身刑またピザ1切れを奪ったとして懲役25年を宣告されたというのもあるあるいは些細な万引きあるいは大麻の所持などで終身刑を言,わ言い渡されるような事例も存在と、ねまあ、要はこの懲役1年以上の刑を2回課せられたことある人はもう3回目は、ね、軽い罪 でこれ大麻の,の所持って日本人の感覚だとね、えー、なんか重いじゃない大麻の所持って思うんでしょうけど、まあ、アメリカで大麻の所持って要は日本でいう高校生がタバコ吸ってるぐらいのイメージしかないんでねそんなのいちいち罰するのかというような程度です、まあ、そういう、ねえー、軽い罪でも終身刑になっちゃうとこういう法律があります、まあ、だから日本のことわざで言うと2度あることは3度あるとね えーまあ、3度目軽い罪かもしれないけど、まあ、どうせ2回やってるしもうそのまま刑務所に入れときましょうというような法律がありますでこれはね前々から言ってるんですけど Amazon もこのようにねこいつうざいという、まあ、フラグをなんか立ててねそれが3回続くとか Amazon が定めるペナルティあるいはね契約違反が3回続くと退場というのはアメリカで、えー、もう昔から行われてますでこの ルールが分かったのは、ルールっていうかね、規約守ってても、うざいと思われたら退場させられるってのは分かったのは、まあ、普通の日本的な感覚でね、えー、納品の個数ミスをね、結構逐一、チクチク質問してた会員さんがいらっしゃいまして、で、異種返しでチクチク質問してたらね、今まで収めたもの,の証拠を出せと言ってきて、そのままサスペンドです。えー、出せっこない書類を出せと言ってサスペンド。要は こいつうぜえと思われちゃったと。でね、その質問することによってね、減った数の分が修正されるわけでもなきゃ、報酬を受けられるわけでもないんで、正直、アメリカアマゾンにね、納品個数の違いを質問するのは、100害あって一になしと。システムで解決する部分はいいんですけど、 まあ実際ね、えー、皆さんの思っているイメージと違って、質問したからといって何もやらないです。できるわけがないと。何億個も商品が出入りしている、ね、倉庫の、えー、誰の商品が何個足りないなんて、そんなチェックする機能があるはずがないと。だからね、必要,最初ん必要な損害というふうに割り切ってアメリカ・もマゾは取り組むしかないというふうにお話ししてましたけど。 まあそれを会員さんはねまあ何度も何度も言ってまあ思いとどまって質問しない人が大部分とか質問させてないんですけどまあ普通のね日本人の感覚だとね納品受け取りが遅いとか受け取り個数がねおかしいとか言って質問を何度もしちゃってるそれでサスペンドされて人が結構見受けられるブログとかのね理不尽なサスペンドを受けましたみたいなね。 で、ある時ね、えー、それあの、スリーアウト法で引っかかってサスペンドされてんじゃないんですかっていう風に、まあ私じゃない別のサポートをしてる人に言ったらね、それどこに書いてありますかと、ガイドラインのどこに書いてありますかって言われてね、ああ、その基本的な考え方がやっぱ日本人の、日本にしか住んでない人って知らないんだなと。ね、あの、日本だともうルールが決まってて、そのルールを守ったら大丈夫と。退場させられるわけがない。退場させ,させたらフェアじゃないかと。 教えないルールがあるってのはフェアじゃないというふうに思うんですけど、まあ、そうじゃないと管理,しやすいを管理する側が管理しやすいルールを作って適用してるのは当たり前なんでねそれを書いてないからおかしいとかって噛みつく方がもうこれ感覚が違って、まあ、あの話にならないなというふうに思ったことがあります、まあ、元に、ね、Amazon も三振速アウト法に類似した仕組みで出品者を退場させてます 規約を守れば大丈夫なんて日本的な考え方は通用しない。まあ、面倒な出品者の相手をしてくれるサポーターはいないと。日本だったらね、仕事だって言われりゃ、わけのわかんないやつの相手する店員とかいますけど、まずアメリカだのオーストラリアでそんな奴いないです。ね、まあ、逆にそういう我慢強い人がいたとしたら、まあ、Amazon の仕事なんかせず、もっと高給取りの仕事に行ってるはずです。だから Amazon に忍耐強いやつはいないと。 つまり、そういううざい出品者だと思われたら、そういった退場させるという仕組みがちゃんとできてます。でそれを踏まえて、何をやってはいけないか。まず、アメリカ・アマゾン。もうこれね、出品者余ってるんで、些細なミスや販売 NG 商品の販売、メリットのない質問、すべてを避けるべきと。まあ、君子危うきに近寄らず、ね、あの、 明らかにこれはね、えー、デメリットがでかすぎるから、なんとか解決しなきゃいけないという質問以外は、アマゾンに質問するのは、まあ、今,今やもう危険ですで。オーストラリア。オーストラリアね、あの出品者足りてないんで、えーまあ、普通に間違えた商品売っちゃったり、些細なミスしても問題ないと、ねあの。間違えた商品だってコピー商品とかダメですよ。 えー、あのだけど、まあ、そうじゃなくてね商標違反とか、まあ、別にどっちいうことないとただしメリットのない質問なめたクレームをつけなければ OK これ日本の感覚でね納品受け取りが遅いとかなんで個数が違うんだとかなんでお前が殴くしといて保証しねえんだとか、まあ、そういう日本で考えれば当たり前の質問これね非常に危険です。日本人の常識ってね まあ、たかだか世界の中で1億3000万人で共有している常識ですけど、他の圧倒的多数のね、えーまあ、どうですかね、仮に英語を話せる人20億人ぐらいしましょうか、の中では、その数日日付がずれたとかね、えー、10%未満の個数間違えたとか、そういうことにクレームつけるというのは異常な。 あのもう本当になんて細かいのお前っていう世界なんで、まあ、日本の感覚で、まあ、普通に、えー、アマゾンに質問するのは非常に危険です、まあ、日本でだけしかやってない人が日本アマゾンに質問するのはねまああのなんとかなるんじゃないかなと、まあ、別に日本人同士なんで感覚分かりますけどもうあのオーストラリア人とか アメリカ人が日本人の感覚でね、遅刻したとか数が違うとかね、怠、え、惰、ー、だとかね、えー、そういうことを言ったらもう意味不明、クレーマーとしか捉えらんないんで、非常に危険ですで。なんだこいつクレーマーじゃねえのってフラグ立てられてね、えー、3つ貯まると退場です。でオーストラリアアマゾン、出費者足りてないって言ったんですけど、その舐めた質問して、ね、せっついて、えー、退場させられた人はいます。退場させられたっていうかね、えー 参加できなかった人がいます、ね、な,な,なんで相談せずそんな質問を送ったのって思ったんですけど、まあ、せっつくとね、えー、非常にまずいんであの、日本中の感覚は逆に世界の中じゃ異常だと、ねあの、きちんとしてる約束を守るとかね、仕事の質がいいとかいうのは、日本の感覚は異常だというのを、ねえー、認識した上でえで、ー、アマゾン輸出に取り組んでいただければと思います。 まあ、お金がな,ないでも、質問する前に私に相談してもらえばいいんですけど、当然これはおかしいだろうと思ってね、質問しちゃったり、早く返事しなきゃと思って返事しちゃったり、そんなのが非常にまずいんでね、あそもそもそうあの、1日ぐらい返事遅れたってね、あ全然あの関係ないんで、問題ないんでねあの、すぐ返事しなきゃって焦らずに、必ず何か連絡する際には、私にご相談してください。 その形で、スリーストライクうざいやつだと思われると退場させられるというのが、えー、現時点のオーストラリアアマゾンに取り組む場合の一番の注意点。アメリカアマゾンもね、えー、これで退場させられている人はいっぱいいます、えー。注意してください。以上、アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。